桜坂46が5月9日から10日の2日間、千葉県幕張イベントホールにてエースシングルバックスメンバーによるバックスライブを開催した。桜坂46、エースシングル、マックスライブ開催。桜坂46が、マックスライブを実施するのは、今年1月の、セブンスシングルバックスライブ以来、約4ヶ月ぶりのこと。3月末に、フォースアリーナツアー2024新、桜前線、Go on Back、本編が終了し、6月に東京ドームでの追加公演を控える中、センターの竹本由衣を中心に最新曲油をさせ、に参加する12名のメンバーがツアーの勢いそのままに、会場に集まった体制のバディーズ、桜坂46ファンを圧巻のパフォーマンスで魅了した。向井糸葉の18歳の誕生日当日と重なったことで彼女を祝福するサプライズを交え、終始多幸感に満ちた空気で包まれた初日公演に続いて、草加公演も初日に負けない、熱量の高いステージが展開された。ライブは、オーバーチュアに続いてステージに登場した竹本のソロパフォーマンスからスタート。情熱的で生命力あふれるダンスで早くも観客を魅力すると、そこにメンバーが加わって、条件反射で泣けてくる、に突入する。センターの竹本を中心に12人の息がぴったりと合った、一糸乱れぬダンスと力強い歌声は、オープニングにもかかわらず早くもクライマックスのような盛り上がりを作り上げる。その熱量は引き続き竹本がセンターに立つ、恋が絶滅する日、大人びた表情を随所で見せる向井がセンターの、断絶、へと引き継がれ、オーディエンスの声援の大きさや演者との一体感の高さと相まって、早くもこのライブが過去最高のものになることを予感させた。最初の MC では、座長の竹本が、最初からたくさん声を出していただいて、本当にありがとうございます。そのおかげで、私たちもフルパワーを出せていますと挨拶。続いて、遠藤理子、小田倉麗奈がこの日のライブにかける思いを口にしていく。会場が和やかな空気に包まれたところで、ライブは石森リハナセンターの、もしかしたら真実で再会。切なさや情熱的な部分を合わせ持つ彼女の繊細な表現は、序盤のパフォーマンスと対照的で、改めてこのグループの表現力の幅広さを実感することに。その流れを踏襲する形で披露された、上村里奈センターの、ブルームーンキスでは彼女のキュートさを最良の形でフィーチャー。さらに、遠藤理子をセンターに迎えた、ソニアでは彼女の窓を空気にも似た優しさや柔らかさが感じられる歌とダンスで、会場中を温かな空気でくるみ込んだ。続く MC では、サードシングル、流れ玉時の、バックスライブ参加となる遠藤光が、色が固まった中に入っていくことで最初は不安もあったけど、いざ入ってみたら元からいたかのようにみんな接してくれるし、3期生のみんなとも自然と話す機会も増えて、内容の濃いバックス期間を過ごさせていただいたと思いますと喜びを表現。一方で、高坂まりのは2曲目の途中でポニーテールのゴムが弾けてしまうハプニングがありまして、ライオンみたいな髪型で踊ってしまい恥ずかしかったです。笑、と裏エピソードを明かす一幕もあった。